いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ライジン44追加カード、追加カード、ずいぶん前に追加されたカード。はい。スパイク・カーライル VS、フェザー級から階級変更をした、堀江選手の初戦ですね。そうですね。うん、激しい試合になりますね、これはね。はい、ライト級契約ですけども、どうですか。まず堀江選手が階級を上げるというのはちょっと意外やったっすね。ただ別にフェザー級でめちゃくちゃ骨格がでかいわけでもなかったんで、はい、減量幅が多いことで有名だったっすよね、そうらしいけど13キロ14キロぐらい、そんなもんじゃないと思ってたけどね、フェザーだったら。いや階級がでかくなればなるほど、あとはまあそのオフシーズンどんだけ節制するかどうかの話なんで、だいぶねポニョってたんで、まあだったらそうだよねっていうだけの話なんで、はい、その、階級変更するほどなんだとは思ったっすね。まあでも彼の、まあ後でも言いますけどスピードとかがライト級で生かされるって考えたら結構驚異的ではあると思います。はい、で、まあ、すっかりライジンのおなじみになったスパイク・カーライル、はい、サトシに負けてるのかな。そうですね、判定で、判定で、はい、まあ、あの粘り強いいいファイトしてましたよね。武田選手をギロチンチョークで失神させたので、これ戦慄のライジンデビューになった選手で、はい、という対決なんですけども、はい、タフな相手かなって、ハードだと思いますよ、堀江選手にとってでしょ、思ったんですけどね。かなり大きいですもんね。てかやっぱり日本人でフェザー級で外国人と戦うだけでもハードやのに、1階級上げて1戦目が外国人って、まあライジンならでは、はい、というか、はい、で僕そうごめんなさい、あの大阪大会で同じ階級だけど化け物みたいにでかいキャラモフと戦ったのを見たんで、もう一個上行くのみたいな、そのイメージが僕はやっぱイメージ的にはどうしてもね、はい、わ、かりました、はい、ということで、チャートから見ていきますか。堀江選手からじゃあ、はい、青コーナー扱いになるのかな、はい、堀江選手の、DJ チャート出したいと思います、はい、グイーンと、はい、ライト級においてっていうことなんですけれども、やっぱり一応フェザー級時代のパフォーマンス、はい、をほとんど加味してて、まあ、データがないですからね。そうです、はい、やっぱパンチは5です、ライト級でも彼のパンチのキレ、全然通用するし、さっきも言いました、そもそものスピードがあるのでパンチにも、はい、あの移動するスピードもあるので、はい、これはライト級の選手にとってはかなり驚異的というか、めんどくせえやつみたいな、めんどくさいですよね、やっぱ打撃はまずスピードがあって、で距離があって、で最終的に質量インパクトがある、これで打撃の質が変わるので、一番大事なスピードがポンとあるんで、はい、かなりこれで、これはね、まあ、キック4、まあ、テイクダウンとか自分が組み技で攻める方は3にさせてもらってます。これはやっぱりね、組み技っていうのが一番階級変更した時に差が出るんで、はいはい、打撃だけだと振り合わないんで、相手の体の質量は自分には関係ないんですよ。自分が生み出した質量をいかに相手に投げるかだけなんで、はい、でも組み技っていうのは相手の質量がずっとかかった上でそれをどうコントロールするかっていうのが組み技になるんで、はい、でかさがかなり大きくなります、うんうん、それを上回るテクニックがない限りは、同じスキルだったら絶対的にでかい方が有利にはなります。それも地球上でやったら絶対そうなるんで、っていう意味で、まあまあ組み技に関してはちょっと3で抑えさせてもらって、でテイクダウンディフェンス4、これはライト級において堀江選手は少し小柄でスピーディーだからこそスルスルっと抜けるんじゃないかと思うんですよ、あの人のスピードはテイクダウンディフェンスするときにも生かされると思います、やっぱりライト級の選手がグワッっていう力強いグワッタックルいくときにもうスッと抜けれるというか、捕まらなかったらいいんでしょ的なディフェンスができると思うんですよ、そういう意味でテイクダウンディフェンスは4、ライト級においても4はあるんじゃないかなと、でメンタル4はやっぱりね、1階級上げると大変なんで、はい、そのやってやるよって意気込んでるメンタルは今回僕は4だと、高いですからね4ってね、やってやるよ俺はもう階級でやってんだよみたいなっていう意味で、でまあフィジカルも安定、もともと安定してますし、ね、バランスがいいんで、はい、でスピード5、だから割とそのまあ見てもらって
ライト級初戦にしては僕は結構高評価だと思ってますよね、うん、ちょっと分からんですね、見てみないと。まあ、もちろんこれに関してはね、はい、ライト級しかも全然イメージが分からないです。相手がカーライルか、いや余計だから、これは、ね、日本人ライト級同士だったらめちゃくちゃ勝負量あると思うんですよ、すで、うん、に、うんうん、それぐらい堀江選手の打撃でスペシャルなんで、いきなりね、そうですね、ライト級の日本人トップクラスの武田浩二を締め落とすスパークカイライルとやってるからちょっとどうしてもさ、なんかハードだなと思うけどね、まあ、とりあえず堀江選手のチャートはこんな感じですわ、はい、うん、続いてスパイクの、はい、あのチャートに行きたいと思います。はい、ウィーンと。基本的にはこれっていう決め技はないですから、まあ、レスリングが強くて締め技が得意かなぐらい、うん、まあ、本当によく典型的なアメリカンレスラーだからして別に、ね、はい、パワフルパンチなわけでもないんで、うん、だからパンチとか4とか3にしてますけど、これはまあくまでもライジンのライト級においてなんで、はい、うん、別にすんげえ驚異的なパンチがあるわけでもないとは思ってます、はい、ただまあ、 アグレッシブによく振ってきたりとか、うん、そういう意味で手数も多いって意味の4です、うんうん、ちょっとここはね、いろんな意味の4があるん で上テイクダウン、下テイクダウン、レスリングはアグレッシブでよく仕掛けて、1回のタックルの成功率は高くなくても2回3回と結局自分の行きたいポジションを奪う能力はあると思ってます。だから、うん、組んだ後のスクランブルが得意ですよね、はい、うん、相手は切ってきてもしつこく行って最終的に取りますよっていうスタイルのテイクダウンなんで、うん、うまくはないですけどある意味強いです、テイクダウンは、うんうんうん、それ以外の能力もグラウンドコントロールのサブミッションもテイクダウンディフェンスも、まあ組み技の選手なんでそれなりに一通りできますので4という感じで、でグランドのエスケープ、このグランドエスケープ能力高いです。今サトシ決めさせなかったとか、うんうんうん、あとやっぱあの人はあんま決められてるイメージないんで、うん、マッキーの時もそうでしたね、確かそうですね、うんうん、やっぱこのよく動き回るからこそ危険な状態にあんまいない、うん、だからグランドエスケープ5で、はい、それが可能なスタミナ5、ここら辺が唯一その彼が5の、うん、あとメンタル5、あのネガティブなこと一切言わなさそうで、そう、常にコンディションが良さそう、はい、コンディションが良い理由としてメンタルが常に整ってるからって意味でパフォーマンスが高いという意味で5、うんうん、非常にちょうどいい選手っすよ ね、うん、ですね、ライジンのライト級にいる外国人としてはこいつを倒したら大したもんだよって分かりやすい、はい、だけど超武器があるわけでもないからみたいなね、うんうん、チャンピオンになる感じではないよねみたいなぐらいの感じで、うん、そう、で唯一ね、唯一分かりやすいのは堀井選手の差はスピードは3です、うん、結構のそのそしてて、はい、相手と触れ合ってから力を発揮するタイプなんで、うんうんうん、ここはね結構ねこの試合において、まあ、一つのポイントになるんじゃないかな、このスピード3と堀井選手の5の差、うんうん、確かにここがね違いになるんじゃないかなと。まあスパイク選手はとにかくディフェンスが硬くて、あの大負けしにくいタイプです。はい、わかりました。北方第一チャンネルオンラインストアがついにオープンしました。ついにできたんですね。第一弾はジ・稲垣組 T シャツです。これで視聴者さんも構成員になれるんやね。コットンティーとドライメッシュティーがあるのでシーンに合わせて使えますよ。かわいいキッズティーもご用意しました。概要欄の URL からご来店お待ちしております。まあ2人がじゃあ戦ったらどうなるのかっていうことなんですけど、はい、捕まえたいカーライル、そうですね、で距離を保って自分の距離で打撃で仕留めたい堀江選手、そう、それも典型的で分かりやすいスタイルですよね、はい、うんうんうん、でそれができるのかっていうことなんですけど、そうですよね、堀江選手が今回必要になるのは、まあ、カーライルが詰めてくるんで、うん、距離は保ちながら、つまり、まあはい、回ったり、ね、バックステップ下がりながらアウト系のボクシングしないといけないんですけど、大事なのはそこでちゃんと前進を止めれるかどうかです、相手の、うん、どん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 前に出てくるカーライルの前進を止めるにはそれなりの威力がいります、うん、例えば軽い攻撃ペチペチやっても止まんないんで、うんうんうん、飲まれちゃうんで、っていうことはピョン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 跳ねてるステップじゃ無理なんで、パッと下がってズドンズドン、うん、パッと下がってズドンズドン、うん、っていうスタイルでやっていかないといけなくて、これ結構フィジカル使うんですよ、うん、結構フィジカル使います。で、まあ、こういうフィジカルの使い方は得意だと思うんですけど、これはなかなかハードになります。でそこでのしのぎ合いカーラル大好きなんで、攻める、うん、切られる、でも攻める、でも切られる、とことん言ってやるよっていうのがカーライルなんで、うん、
展開予想としてはもう簡単にすんごいハードな、展開になるなと。いかにカーライルのテイクダウンディフェンスを切るのはもちろんなんですけど、触れさせてる時間を短くするか、コーナーに詰められてるだとか、片足掴まれてるだとか、バックを掴まれてるとか、そのカーライルが触れてる時間をいかに短くするかっていうのがこの展開としてフリー選手はやりたいことなんではないかなと思いますね。カーライルがやりたいことはもう普通に前詰めて組みつくっていうことだと思うんで、あんまりカーライルの展開予想をすることはあんまないと思うんですけど、そういうところかなと思いますけどね。わかりました。どうなるんですか。はい、予想はね、一本勝ちでスパイクカーライルかな。はい、もちろんね、堀江選手のテイクダウンディフェンスも打撃もね、あわやと思うシーンもよく作ると思うんですけども、やっぱりそのアタック数が多いカーライルは、1回切られても3回目4回目で徐々に徐々にカーライルのペースになっていって、一生懸命逃げるがゆえに体力を削れてしまった堀江選手を最後は首系のサブミッションで仕留めてしまうんじゃないかなっていうのが僕のちょっとね、はい、一番の予想ですかね。もちろんね、堀江選手のね、打撃が当たればカーライルでも KO できるようなパワーはあるんですけれども、堀江選手の打撃って踏み込みのスピードを生かした強打なんですよ、はい、でこれってそれなりの距離がいるんですよ、でフェザー級時代なんでそれぐらいの距離を保てたかっていうと、堀江選手の強打を相手がビビっちゃって、前に出てこれない間にバンっていくんですよ、これがカーライルがビビるのかどうかなんですよ、だからカーライルが詰めちゃえば堀江選手飛び込みの距離が足りなくなるんで、質量に必要な距離を埋めなくなるから堀江選手は下がらなくなるんですよ、そしたらどん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 こう距離は作れないけどカーライルはどんどんのセーフティーゾーンになってくる、この展開が生まれそうな気がします。まあ、ライト級初めてなんで、そう見てみないと何とも言えないですけど、もちろん、まあ、本人は自信があってだと思いますよ、思うところがあってフェザーよりライトだって思ったんだからこうしてると思うんですけど、練習してても多分そっちの方がね、パフォーマンスもいけるし、減量してる途中にやっぱパフォーマンスの低下を感じたんじゃないですか、やっぱり減量中で、やっぱ13キロとかだとどうしても練習がきついです。どういう意味なんですか、ね、減量による筋肉量の低下で筋肉量が下がると圧倒的にパフォーマンス変わってくるんで、だから5キロ絞った後と前だとできることが変わってくるんで、そこで精神的にあれってなるんですか、あん時できたのにとかね、ダメージの回復が遅いだとか、練習量がちょっと減っちゃうとか、そういう減量幅が大きいことによるもちろん弊害は出てきます、もうそれは疲れたんじゃないかなと思います。僕もそうでしたしね、やっぱ減量幅が大きいから僕も12、3キロやってたから、そこに疲れます、減量疲れというか、だったら疲れないから思いっきり練習してやるよっていうマインドに切り替えたんじゃないかなとは思いますけどね、ある意味開き直ってるから、開き直った人間って強いじゃないですか。そうですね、そういった強い部分が出るかもしれないですよね、まあ別にこれ負けてもともとみたいな感覚 もその本人は思ってないかもしれないですけど、モテますもんね。別にそんな負けたから弱えって思われるような相手じゃないですもんね。そうこれは失わないですよね、あんまり、ある意味ね、ただ、まあ、思い出してほしいんですけど、日本人ライト級最強の称号ぐらいを持って武田選手は戦って敗れた相手ですからね。そうなんですよね、それぐらいカーライルは強いっていうことを皆さん、前提に置いてもらって、この試合を見ていただいたらと思います。わかりました、ということで、今日の勝敗予想はこんな感じだったので、よかったらチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。お願いします。今日もありがとうございました。ありがとうございました。